こんにちは、かいくんです。今回からですね、何回かにわたってデザインコラボレーションツールの Figma について解説していきたいと思います。 はい。で、この Figma なんですけども、僕が普段めちゃくちゃ愛用しているデザインのツールになります。で、僕の動画ではですね、今まで全然紹介してきていなくてですね、まあ、今回、えー、ようやくですね、僕も紹介できるという感じになっております。で、どういう内容になっていくかと言いますとですね、大きさ2つに分けて説明していこうかなと思っております。初回はですね、えー、バナーを作ることによって、あの、Figma の使い方を学んでいけるような内容、えー、で、 で、後半はですね、実際にこうアプリの画面ですね、えー、を作りながらフィグアを学んでいくような、そういうちょっと2本仕立てで、計、えー、何回かになるかちょっとわからないんですけど、まあ8本から10本ぐらいの動画にして、えー、とお伝えしていこうかなと思っております。で、どういう方におすすめかっていうところなんですけども、えー、まずこの前半のバナーを作るところに関しては、これ皆さんにおすすめできます。っていうのは、デザイナーの方、デザイン目指している方もそうですし、まあ、エンジニアの方だったりとか、あとこうマーケター、 だったりとかこうディレクターとか、まあ、最近だと pdm って言われるような方だったりとかでえー、割とこうフィグマーにね。こう接する機会がデザイナー以外の方も増えているのではないかなと思っているんですけれども、そういう方にとっても使い方をあの学べるような内容になっていると思います。で、後半はですね。まあよりあの figma もともとはこの ui というか、えー、を作るツールに特化している部分がありますので、そちらの方の基礎的な内容っていうのをね後半のこのアプリを作る方ではやっていこうかなと。 いう,ふうに思っております、まあ、大きくこの2本立てでですね、えー、やっていこうかなというふうに思ってましてでこの動画はその、えー、一番最初として Figma、まあ、とはそもそもどういう機能が あっったりとかはい。で、この動画のポイントとしましてはですね、まあ大きく4つありまして、まずそもそも何ができるツールなのかっていうのをお伝えしていこうかなというふうに思っております。で、次にですね、まあ実際にどういう機能があるのかっていうところをね、軽くお伝えしていって、3つ目はですね、まあ料金ですね。ここちょっとまあ気になる方多いと思いますので、一応踏んでおきます。で、最後にですね、最近本当に Figma って国内でも世界でもめちゃくちゃ ユーザーザ数が伸びたりとか、まあ、最近だとですね、結構ユニコーンって言われるぐらいの資金調達としていたりとかするんですけども、なんでこんだけ人気になってきてるのかっていうね、ちょっと背景のところをお伝えしていこうかなというふうに思っております。 はい、でまず最初ですね、そもそも何ができるサービスなのかっていうところですね、はい、最初に言った通り、Figma っていうのはただのデザインツールではなくてですね、デザインコラボレーションツールと呼ぶのがまあふさわしいのかなと思っておりますで。かつですね、これデザインツールに関しては珍しくてですね、Web をベースにして動く設計になってるんですね。どういうことかっていうと、まあ、最近あのクラウドサービスなんていうものがまあかなりもう出てきていると思うんですけど、もうまさに あれのデザインツール版と思っていただいて、えー、大丈夫かなというふうに思います。つまりですね、こう同時にそのデザインをしている URL に飛んで、で、複数人が同時にデザインをその場で編集すると、その場でその、えー、編集結果が反映されるみたいなことが可能だったりするんですね。なのでですね、まあ、かなりシェアも楽ですし、もう誰でもそのデザイナーの人がデザインしている、まあ、現場といいますか、もうほんとデータですね、えー、にアクセス することがとても容易な えー、ついの設計になっております。まあ、ゆえにですね、コラボレーションはとてもしやすいんですね。デザイナー以外の方でも、こう、文言を変えたいなとか、例えばマーケターで LP の監修をしている方とか、ちょっとディレクションをしている方とかね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、ここの文言やっぱちょっと変えたいなとか思った時に、テキストでコミュニケーションをするのもいいんですけど、Figma 上で直接コミュニケーションをして、自分でこう、パターンをね、こう、コピーして、文章だけね、変えるみたいなこともすぐにできたりしますね。え、っていうのが Figma のとても、あの、特徴 特徴的な部分ですこれがまあ、フィグマの大枠、何ができるのか、デザインを作るだけじゃなくて、そういうコラボレーションに特化した機能がベースになって設計されているというのが特徴的なツールになっております。 はい。で、次に機能について説明していくんですけれども、まあ、実際何ができるのかっていうところでいくと、まあ、w e 制作、アプリ制作だったりっていう現場ではもう Figma で十分異なりる機能が揃っているかなというふうに思っております。まあ、当たり前に Web の画面を作ったりとか、まあ、アプリの画面を作ったりっていうのは全然できますし、まあ、最近コンポーネント管理ってって、 でまあ、こうパーツごとにですねボタンだったりとか、まあ、色だったりとかこう共通化するところ、えー、っていうのが Web とかアプリ内いろいろあると思うんですけどそこをこう登録して管理するみたいな。 この機能も十分に備わっております。で、最近はオートレイアウトって言ってですね、こう余白とかもこう統一に管理していく、均等に管理していく、レイアウトをこう修正しやすい機能とかも、えー、付き始めておりましてですね、まあ十分効率化してデザインを組めますし、どんなデザインでも大体構築できるような機能は十分揃っているかなというふうに思っております。で、追加で言うとですね、あのスライドとか資料作成とかっていうのも十分対応できるような 内容にもなっておりま Figma 自体がですねベクターデータっていう形式のデータで管理するような設計になっていますのでまああの 画像の劣化みたいなことが基本的になくてですね、まあ、同じサイズで作ったものでも拡大したり縮小したりとかっていうのがかなり楽になっているっていうのもフィグマの特徴です。えー、っていうのもあってですね、スライドも作りやすいですし、なんならこうロゴとかも全然作れる機能が備わっているかなというふうに思っております。で、あと追加で画像の補正とかもできますね。あの露出を上げたりとか、コントラスト上げたりとか、そういうね、サイドを調整するとかっていうのもフィグマ上でできたりするんですね。なので、まあ、ほぼほぼもうバナーを作って 作ろうが、スライド作ろうがウェブサイト作ろうがアプリ作ろうが大体もう f i g でできるんじゃないかなと。 いうふうに思っております。まあ、ただ、唯一はできないこととしては、写真の加工ですね。例えば、切り抜くだったりとか、えー、なんか人をちょっとこう、消して補正するみたいなことだったりとか、そういうのは、フィグマ上ではさすがにできないですね。だから、そういう時は、こう、他のね、フォトショップとかツールを使っていただくのがいいかなと思うんですけど、それ以外のことに関しては、もう、大体できますね、フィグマに関しては。はい。ぜひね、学んでいただけるといいんじゃないかな、というふうに思っております。 料金についてです。 で、まあ実際デザインツル使うにはやっぱお金かかるんでしょって思う方いると思うんですけど、基本的にフィグマは無料で使うことができます。えー、で、じゃあ、いつ有料になるのみたいなところで話していくとですね、えー、プランがまあ3つほど分かれてまして、まあ普通のスタートプランと、まあプロプラン。で、次はまあ組織向けのプランですね。この3つに分かれております。で、大体の人はまあ課金してプロフェッショナルプランかなとは思うんですけど、えー、このじゃあ、プロフェッショナルプランと普通の無料のプランの違い ってどうかっていうと、えー、編集権限を付与できる、まあ、人数の制限が一番大きいのかなというふうに思っております。まあ、他にもね、いろいろ制約はあるんですけど、まあ、ここが一番でかいですね。えっと、先ほども言った通り、フィグマっていうのはあのコラボレーションがね、あのとても 特徴的なツールなので、同時に編集できたりするんですけれども、その編集権限を付与する、付与できる人に限りがあるっていうのが、まあ、無料プランのデメリットになりますね。なので、例えば、じゃチームが8人いて、マーケターの方とかデザイナー、エンジニアがやっぱり合わせて8人いますと、そういう時に、じゃもう8人で編集したりとか、なんか別のパターンをね、UI のパターン作ったりとか、バラのパターン作ったりとかしてみたいっていう時には、スタートプランでは、あの、ちょっとこと足りないという感じで、 感じになります。その場合はもう多分、プロフェッショナルプランに入っていただいた方がいいかなと思います。まあ、ただ、個人で使うとか、まあ、ちょっとフリーランスで個人でやってて、ちょっと共有だけやるみたいな。で、たまにまあ、編集するかなっていう人は、スタートプランでもいいかなというふうな僕の所感ですね。あのー、ま、自分操作する人、プラスもう一人、つまり二人までは、編集権限を付与することができますので、まあ、最悪それでこと足りるのかなっていうことも、え、個人的には思っております。まあ、これは病金プランですね。基本的には、ま、その、 特徴的であるコラボレーションするっていうところにお金が発生するようなイメージを持っていただくといいかなというふうに思います。 はい。で、最後4番目ですね。なんでこんだけ人気なのかっていうね、ちょっと個人的な見解を述べていきたいと思うんですけれども、あの、先ほども言った通り、Figma って今回ですね、このコロナ状況下なんですけど、リモートでも大量の資金を調達してまして、アメリカではまあユニコーン機能って呼ばれるものがあると思うんですけども、そこの仲間入りを果たしております。それぐらいですね、注目されてますし、伸びているんですけど、じゃあなぜかっていうところをね、ちょっと個人的に話していくとですね、やっぱりこうデザインっていうのは、こうデザイナーも一人で作る。 っていう時代ではなくなってきていると思うんですね。えー、例えばこう、ビジネスシーンもですね、こうテクノロジーをこう付与するところもあれば、オフラインで、えー、営業していくところもあれば、で結構こう詳しいこう仕様ですね。最近のとこ DX とか、割とこう既存の、ね、こう銀行とか、えー、書類の整理だったりとか管理だったりとか、そういうちょっとこう、 法律も絡んでくるようなちょっと複雑な領域をテクノロジーで、えっと、入っていくみたいな、え、携帯とかも増えていっていると思っておりまして、そこでやっていく上で、デザイナーだけではなくてですね、やっぱこういろんなプロフェッショナルの、え、知識を組み合わせて、それをこうソフトウェア、 サービス上に反映したりとか、ウェブサイト上に反映するっていうのが、やっぱりこう顧客に一番いい情報を届ける、いいコミュニケーションをするっていうのに重要になってきてるのかなと、これは年々感じております。で、この状況下でですね、まあ、デザイナーだけはその人様が触れるですね、お客様が触れるデザインのデータっていうのを管理するよりかはですね、こういろんなプロフェッショナル、いろんな現場の仲間をね、の知恵をこう入れるっていうのがかなり重要なのかなと思ってまして、その点に関してフィグマってはかなり相性がいいんです。 えー、みんながもうその一時情報ですねそのいじってるデータっていうのを見れるので、えー、かなりここにフィグマのポテンシャルと注目度があるのかなというふうに思っておりますであとですねこうデザイナー側からの視点からすると共有するのがむちゃくちゃ楽なんですよ自分が作ってる画面とかを前まで共有するにはですね一回画像に書き出してそれをドキュメントになんかちょっとこう綺麗にまとめてですねでそれをこう共有するスラックに投げたりとか,なんかメール飛ばしたりとかね、えー、っていうふうにやってたんですけどもう f i が あることによって自分がいじってるこの え、デザインの画面をもう URL でポーンと共有できますので、え、何のツールも挟む必要もありませんし、なんか一回加工してとか整理する必要もないんですよね。なのでもうなんかできたと思って、ちょっとこう、位置をね、調整して整理して見やすくしたらもうその URL でね、共有してできました。こういう感じなんですけど、どうでしょうかっていうふうに投げることができるというのがですね、Figma むちゃくちゃいいんですね。え、僕も最初使うのかなり渋ってたんですけど、一回これに、え、もう慣れてしまうとですね、まう後戻りでき ないともう自分のやりたい作業にね。集中できるんですよ。そのいらない正義の時間がなくなるので、えー、ここがかなりね、えー、いいポイントかなと思います。まあ、この辺歓迎されているのかなという僕の正義ですね。まあ、繰り返すとまあ、結構そのネットのね。あの市場っていうのが結構複雑化しているので、いろんなコラボレーションが求められているデザインにもえー、っていうのが一つの理由でしてで、もう片方がですね。こうデザイナーが本当に必要な、えー、ところに集中できるとアイデアを作るだったりとか。ああっていうところにですね。集中できるためのこう。 できるところをねフィグマがいろいろになってくれているっていうのが今回ですね僕は取り上げる理由でもありますし世の中的にも注目されている理由なのかなという風に思っておりますはいざっくりですけどねこの4つがフィグマの特徴になっておりますまやっぱりですねこのコラボレーション機能っていうのはとても強力ですしそのシェアしやすいってところですねまあコラボレーションに繋がるところなんですけどここがとても強力なところなんですけどとはいえねやっぱこう使い方がわからないとえやっぱなかなか導入もできないですし えー、そのメリットを、ね、体感することも自分で判断することもできないと思いますので。 この動画のシリーズやで,ですね、あの実際に、次はこのバナーですね、あの記事に使うようなバナーをですね、使い、あ作りながら、フィグマの使い方、基礎的なところを学んでいければいいかなというふうに思っております。はい、じゃあこの動画を見てですね、フィグマちょっと興味持った方だったりとか、フィグマの操作方法ちょっと気になってて、あの学んでみたいなっていう方、もしいらっしゃたらチャンネル登録をして、動画、次の動画がね、上がるのをお待ちしていただけるといいかなというふうに思っております。動画の内容が良かったりとか、 気になることがあったらコメントだったりとか高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。